So today's the last day of the exam week, finally. Yay! I'm just gonna get a breakfast real quick and head to school right away. 오늘은 김치볶음밥을 만들었어요. 그러니까 넷플릭스 で 最近ハマってるのがあって、あれ見ながら食べたいと思います。サイキクスの最後、これがめちゃくちゃおもろいんですよ。なんかさすがになんかご飯を食べる時とかはなんか何も考えずに気軽に見れるのがいいんですか。Friends, Modern Family, The Big Bang Theory, you know.ロンゴットランサンプロンで最近はちょっとなんかね日本語やばいなって思って見始めたんですけどアニメを、うん、狼の目だライデンさんと出会いました。それからライデン先輩はデカ2020年丸ごとこの年の先生です。去年からはコロナだったから本当にもう大学入ってからは対面テスト受けたことがそもそもあんまないんで、しかも今日は持ち込み不可だから初めてなんですよ。持ち込み不可なんて、あーほんとかじ공부를하긴했어요하긴했는데え、どういう感じなんだろうって思って、짜잔열심히하고오겠습니다。ね、みんなで女子早間行こうよ。うん、あと1個で終わるレポート。え、じゃあ私レポート頑張るから大丈夫。あ、大丈夫ね、1個もやってない。いや、1個もやってないけど全部終わってるから。マジで、え、なんでなんでなんでそういうことが起こるの。早く NCT に会いたい私は。これ Vlog に入るから叫び NCT に届くかな。大好きです。ゾロ先生好きだから、ね、ゾロ先生好きだからもうずっと見たから。ずっと見たよね。え、帰るのみんな。帰る、うん、帰んない。4月空いてる。来週ずっと空いてる。来週空いてる。バイバイ。え、めっちゃ久しぶりなんだけど。え、超久しぶり。いつぶりか分かんないぐらい久しぶり。フラットワイトのトールサイズで、はい、フラットワイトのトールサイズで確かめました。いや本当に、うん、네감동여기는제가 In My Bed 를찍었던강의실이고요여기가최고인진짜좋거든요그래서자주오는건물이고やばい、もう寒くなっちゃった。I don't think I've written 800 words of English essay ever since I took the TOEFL test in what, high school? マジで進まなくてやばいです。英語のやつさえ終わらせればもう全部今学期は終わりです。解放されます。やっとあと半分残ってるので頑張ります。やっほ、急遽ご飯です。お湯飯です。お腹空いてしょうがありません。めっちゃ色やば。すぐ飛ぶから。明るさ違うな。絶対違うな。これこっちかも。あ、これかわいい。めっちゃ楽しそう。日本のやば。美味しい。うん、あ、うん、美味しそう。なんか入れるんじゃない、ここに。これを。かもっぽくない。ぽかもかも。なんか最近疲れちゃうんだよね、大人数が。そう、わかる。なんか一
1日休んだら1日は家でずっと1人で休む、うん、そうなの、そうそう、なんでか分かんないんだけど、うんうんうん、前まで行けてたの、多分成人になってから年取った大人になったすごい、うちら会社員とかになっちゃったらもう死ぬの精神死んでる、疲れすぎて。Hey guys, I'm back in my jammies, and I'm just gonna finish up this English essay I've been working on. 아, 집이 너무 추워. 일본 집이 진짜 진짜 추워요. 그래가지고 집에 오면은 이불 밖으로 나갈 수가 없는 거 알아요? 진짜로. 진짜 추워. 本当に大げさじゃないんですよ。本当に上3着、下4着着て、ほぼ毎日寮で生活してるので。잘 때는 히터를 틀고 자는데 하루 종일 틀어놓으면 전기세가 많이 나가니까 Apply all the logic that I learned in class to real life. 몇 단어나썼을까? 850원 Test 됐다お疲れ様でした、みんな。で、しっこ、간식을먹고、넷플릭스를보고、잘게요。バイバイ、Have a good night。감사해요、오늘도。